画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。今回、DLC を、いくつか購入しまして、新しいキラーと生存者の方をゲットいたしました。で、もともとは、トラッパー、レイス、ヒルビリー、ナース、ハントレスが入ってたんですけど、今回新たに DLC でですね、ハグ、カニバル、そしてドクターを手に入れました。それでね、今回はそのドクターを使ってプレイをしていこうかなと思います。で、今回のは、多分動画にするかな。よっぽどひどくなければ、一人釣れたら動画にしよう。最近殺人鬼やっても4人釣りが全然できないんですよね。初心者なんで、それはもう仕方ないことなんですけど、上手くなっていかないとね。ちょっと前まではね、たまに4人釣りできてたんですよ。3、4時間やればね、1回ぐらいは。もうここ10時間ぐらい4人釣りしてないんですよ、今。なんで、動画にするネタがない。なのでね、ドクターでね、プレイしていきたいと。ドクタープレイをね、お見せしていきたいなと。お、ショック療法。ドン。お、泣いてる。痛い。あ、そっか、切り替えるのにも時間が必要なんですね。ショック療法っていうのが、この電気ですか。電気バーンってやって、当ててね、うわーってなる。窓枠とかをね、超えるのを、できなくするような能力なんですけど。さあ、どこだ、あんなところに。お、始末のボンズ。あ、でこうやって切り替えができるんですね。今、当たらない。さあ、切り替えて。当たらないね、なかなか。当たらない、難しい。あのおじいちゃんを追うのが楽しいのかな。で、生存者たちは、あえてね、ドクターの幻影を見ることがある。いや、ここなんかもうあれじゃない、自利品というか、なんかもう時間めちゃくちゃかかる。いや、一応ね、このドクターは、索敵がしやすい。索敵がしやすいキャラではある。泣いてくれるんで、生存者が。ああやってね。泣いてくれるんで、かなり、索敵がしやすい。いや、あのおじいちゃん、すごいね。よし。切れた。さあ、もう必要なまでに追っていくよ。ああ、外した。治療モードでね。あのおじいちゃんを治療したい。こっちだ。ほんとね。
さあさあさあ、ああやってね、電撃を当ててバコッと切ると、こっちじゃない、こうやってね、電撃が当たってる間は、板とかね、越えられないので、まあしかし、もうかなり進んでしまったね、発電機が。動画になるだろうか、これ。壊れた。治療モード、さあ治療していくぞ。聞こえるね、音が。どっかにいる？近くに。泣いてないか。どこだろう、向こうかな。発電機を蹴りたいぞ。はい、ドン。こうやってね、コンボを置いて。さあ、おじいちゃん。久しぶり。壊しとこう。さあギュッと握って治療も。さあ追ってくぜ。あれ、こっち、あっちか。あんなところにいただなんて。そっちだっち、あっち開いてないの。どれくらいまで届くんでしょうかね、この電撃って。当てたい電撃を。あっちか。かわされた。こっちから追うべきではなかったが。どこ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 。いやー、動画にはならんね、これは。こんなところで、いや、動画にしましょうか、これね。まあ一人も釣れなかったんだけど、一
一人もね処刑はできなかったんだけど、まあエンティティがね最後持って行ってくれました。エンティティは不機嫌ということでね、まあ、全然釣れてないのでポイントは少ないかな。わでも1万7000入りましたね。何が高い、狩猟追いかけっこと弱カテゴリーですね。というわけで、まあ拙いプレイでしたが、ご視聴ありがとうございました。高評価コメントチャンネル登録いただければ幸いです。それでは。